式も終盤に差し掛かったその時、会場に現れたのはガクトさん。みんなの歌に写真を寄せてくれた卒業生たちに歌を送りたいと東京から駆けつけました。みんなにとっていい思い出になれば、突然の出来事に会場は騒然。卒業生には全く内緒で計画されたサプライズだったのです。今日のみんなの門出を祝福するために東京まで駆けつけました。ありがとうございます。それじゃあ君たちにこの曲を送ります。
卒業おめでとう。咲きたい咲きたい。君たちの少し前を歩く先輩としてこの言葉を最後に送ります。夢は見るものじゃない、夢は叶えるもの。卒業おめでとう。